足立は俺にとってこうして前に踏み出せるようになったのは特別なんだから。黒沢が俺のことを好きになってくれたから。昔から気づいてた。好きです。自分は見た目で得してるんだって。どうして？けど外見しか見られてないようで嫌で。黒沢、急に町浦社長に呼び出されて飲むことになってさ、折れるか？はい、もちろんです。ああ、よかった。あの人イケメンすぎだから。顔だけじゃ無理なんだから。こっちも分かってんだよな。顔だけが取り柄とかそう言われるのが嫌で、仕事も人間関係も完璧にこなそうとしてきたのに。大丈夫か？顔要員で連れてこられたのに松浦社長のことを怒らせて結局役立たずでさ。そんなことない。え？松浦社長のことすごくリサーチして、製品のことも全部覚えてたし、俺の代わりに酒飲んでくれたり、十分すごいよ黒さん。心臓がうるさくてなんか言えない。涙が出そうで、初めて心に触れられた気がした。この頃はまだ足立は同期の一人に、いや冴えない同期の一人にしか過ぎなかった。そこから好きになるのに時間はかからなかった。しょっちゅう寝癖がついてて、自分のことにはだらしなく、仕事は丁寧で人がいいからよく仕事を押し付けられて、普段は無表情だけど笑うとふわっと柔らかい雰囲気になって、足立に会いたい、声が聞きたい、助けて、できれば笑ってほしい。少し前まで近くに入れればそれでいいって思ってた。でも近く見たらよくが出た。俺のことを少しでも好きになってくれるように。初めてなんだよ誰かをこんなに。お前のこと好きなんだ。黒沢が好きだったらみんな困るの。俺なんか本当はめっちゃ優しくていいやつです。彼の仕事を信頼してるんです。俺のことをこんなに見ててくれるやつがいるなんて思ってもみなかった。足立に触るな。俺なんて自分の才能もないし、そんな自信ないんだ。俺生きてるだけで全然大丈夫じゃないの。なんてもう言うなよ。ありがとな。足立は俺にとって別なんだから。放っておくなんてできないよ。俺こいつのことをもっと知りたいんだ。黒沢にはあんな顔してほしくないって思う。こうして前に踏み出せるようになった。今度は俺が黒沢を。黒沢が俺のことを好きになってくれたから。気づくと黒沢のこと探してる。黒沢のこと考えてる。黒沢でいっぱいで。お疲れ。全部お疲れ。全部足立離れない。黒沢といると気づいたら笑ってて、黒沢一緒にいるのが可愛いかも。心地よくてそんな時間も悪くないなって思えて。ありがとうな黒沢の看病のおかげで。うまそう。やけどするね。俺黒沢が好きだ。すげえ心臓の音速い。言葉にならない黒沢の思いが流れ込んでくる。俺はこいつの心に触れるために魔法使いになったのかもしれない。